精神障害者 YouTuber の竹内です。今日はカンボジアのポルポト派による原始共産主義についてお話したいと思います。まあポルポトが始めた、ポルポト政権によって始めた原始共産主義でありますが、これはですね、とにかくみんな農業だけしていた、食べて寝て農業さえしていたらそれでいいと、みんな同じように平等に農業だけしていた、他の職業はいらない、娯楽もいらないということで、まあ極端な政策だったわけなんですね。そしてまず、まあ共産主義革命ですので、まずポルポトがターゲットにされているのはやはりソ連邦とか中国と同じように、まず金持ち、ブルジュア階級ですね、金持ちを次から次へと、実はその時にキリングフィールドという処刑場をカンボジアの各地に設けまして、そこへ金持ちとか、まあブルジュア階級ですね、そういった人たちを次々に処刑場に送って残虐に拷問して殺していきました。そして次にポルポトが身をつけたのが知識者階級ですね、医者とか弁護士とか教授、教師ですね、こういった連中も次々にキリングフィールドに収容させて、次々と残虐な拷問をして殺していきました。そして海外にいる知識者層には電話で、君の力がカンボジアを再建するにあたって必要なんだ、できたら帰ってきてくれないかということで電話をかけて、そしたら喜んで帰ってきますよね、自分が母国の力になれるということで、帰ってきたら何のことはない、キリングフィールドに入れられて処刑されるということですね。そしてもうこれがね、次これがもう歯止めを打ち出すというかね、次々と処刑の対象が増えてですね、まず英語が喋れるだけで処刑される、メガネかけてるだけでこの人はメガネかけてるから本をよく読んだインテリ層じゃないかということで処刑される、色が白いだけでの作業をサボってるから色が白いんだということで処刑される、まあそうです、あと美男美女というだけで顔がいいということで、顔が平等でないというだけで処刑される、あともう少し前には自我的だけで処刑されるとか、もうめちゃくちゃなことやって、この原始共産主義革命によって800万人ですね、当時のカンボジアの人口800万のうち300万人が3分の1強が犠牲になったということ、ものすごい残虐な原始共産主義ですね。ですから原始共産主義、共産主義というのはものすごく怖いんです、実はものすごく怖いんです。もう資本主義の方が私はよっぽど前のマシと思いますね、格差はあるけど、共産主義というのは本当に怖いということですね。ポルポトは1998年に心臓病で亡くなりましたけど、このポルポト の原始共産主義革命が行われて、大量の虐殺者を大量に人を殺した国はつい40年50年前です、何百年何千年前の話ではありません、つい20世紀の後半、つい40年50年前の話です。そういった近い時代でもこういう悲惨なことが日本から比較的近いアジアの東南アジアの国であったということですね。はい、今日は原始共産主義について語らせていただきました。精神障害者 YouTuber の竹内です。どうもありがとうございました。